時刻は23時半を迎えました。皆様こんばんは、キッシーでございます。本日より毎月第2、第4火曜日の23時半より30分番組として、メロコア大好き生物キッシーのハッピーアワーという番組を始めたいと思います。でですね、生物キッシーのっていうのがみんな引っかかると思うんですけども、僕がキッシーです。そして生物っていうのは僕がやってるバンドの名前で、生物っていうバンドのギターボーカルのキッシーこと僕が始めるラジオ番組が今日から始まります。というわけで行きましょう。ペロコア大好き生物キッシーのハッピーアワー。ハッピーアワー、ハッピーアワー、ハッピーアワー、フルコンセンテーション、ノーワンキャンドリーダーラピースタイル。というわけで始まりますね、僕の番組、メロコア大好き生物キッシーのハッピーアワーでございます。イエーイ。というわけでよろしくお願いします。なんですけども、この番組では何をやっていくかっていうと、メロコア大好きというところで、メロコアって知ってます？みんなメロコア大好きのメロコアって何っていうね、意見がすごく多くて、まあ、前回ね、ちょっとね、宣伝のために夜の番組の生放送にも出させていただいたんですけども、メロコアって何っていう意見がすごく多くて、みんな知ってます？多分ね、そんなにね、浸透してないんですよ、日本では。で、多分バンドマン関係とか音楽を好きな人は多分メロコアって知ってると思うんですけども、普通の人は多分触れないで生きてきてるんじゃないですか、この日本社会。というわけでメロコアは何なのかっていうのをちょっと説明したいと思います。でね、これ偏見というか僕のね、一方的な意見なんですけども、メロディックハードコアって、まあ何ですかね、ジャンルなんですよ、音楽ので。大まかにいくとロックね、あるじゃないですか、 J-POP とか民謡とか演歌とかある中の、ロックの中の、パンクの中のメロコアってことです。ちょっと分かりにくいかもしれないですけど。で、メロコアの、なんだろうな、いいところっていうか、結構パンクとか叫んだりとかうるさいってイメージがあると思うんですけども、メロコアっていうのはすごくね、メロディーを重視してて、すごいね、聞きやすい剣。爽快感もありながらテンポも速いっていうところで僕はすごく好きで、好きになったきっかけがね、もう多分中3とか高1ぐらい、年代で言うと2000年よりちょっと前なんで、1990年代後半ぐらいにちょうど僕がね、多感な高校生だったんですけども、そんな時に急に出会っちゃって衝撃を受けたんですね、それからずっと好きで聴いたり弾いたり、まあバンドもね、もう御年もうそろそろ40歳が見えてくるかなっていう年なんですけども、すごくね、好きでね、ずっとハマってますっていうのがメロコアかな。で、なんだろうな、日本で代表的なメロコアって言ったら誰だろうな、難しいね。ハイスタンダードって言ってもみんな分かんないかもしれないけど、ハイスタさんとか、最近だったら誰だろうな、まあでもこれなんかすごいラジオで言っちゃうと賛否両論あると思うんで、そんなに言えないですけども、まあね、メロコアってすごいいいんですよ、元気出るし楽しいし。なんで、まあ代表曲、ちょっとね、俺が最初に聞いた、これがメロコアじゃないかなっていう曲を一発
かけたいと思います。知ってる人はこれがメロコアなんだなって思ってもらってもいいです。そんなことねえよっていう人は批判ください。よろしくお願いします。というわけで1曲目、グリーンデーでバスケットケース。 Do you have the time to listen to me whine?この放送は東武東上線富士見野駅西口隣富士見野内リズムデンタルクリニックの提供でお送りしております。はい、 CM 一発目来ましたね。そうなんです、ラジオ川越ことラジカワをお聞きの皆様だったらわかると思いますが、川越駅から2つ手前新河岸上福岡川越か、じゃあ3つ前の富士見野という駅で私歯医者さんをやっております。なんで平日は、平日っていうか普段ずっと歯医者をやってて、ライブの時だけパンクロックを歌う、いやダメ、メロコアを歌うっていう、そんな生活をしております。なのでね、ぜひ歯の親なお悩みとかあったら富士見野なので、よかったら来てください。よろしくお願いします。まあでもね、ハマったらハマるんですよ。っていうより、なんかちょっと最近思ったのが、やっぱり中学高校の感性が多感な時期に感じたものってやっぱり一生消えないんだなと思って。そういうとこないですか？なんか大人になって新しいものを吸収できないっていうのもあれなんですけど、なんかピュアな心で感じたものって一生消えないんだなと思って。だから本当中学高校の時に心に刻まれたものはずっと生きてくると思うし、なかなかね、そこから逃れる必要もないと思うんだけど、それを超えるものってなかなかね来ないなっていうところがあります。何の話か分かんないですけどね。そんなわけで僕はメロコアが大好きです。うちのラジオ番組ね、コーナーを設けてまして、部屋と音楽と私っていうコーナーと、ちょっといい話っていうコーナーがありまして、部屋と音楽と私は知り合いのバンドとか最近リリースしたバンドとかのこうインタビュー形式で紹介していくっていうコーナーで、ちょっといい話っていうのはもう本当にね、僕はまあ歯医者なんですけども、まあ、ちょっと感性的には、まあ、バンドマンっていうかパンクロッカーっていうかメロコアのミュージシャンアーティストみたいなとこがあるので、そういう切り口で本当はこういうことになってんだよ歯はっていうところを突っ込んでいきたいっていうコーナーでございます。というわけで最初のコーナー行ってみましょう。部屋 と音楽と私。部屋とワイシャツと私。このコーナーでは、身近なバンド、多分皆様がまだまだ知らないようなバンドを紹介していきたいと思います。で、今日初回なんですけども、とりあえずね、まだね、友達も少ないんで、セーブスっていうね、僕のバンドを紹介したいと思います。イエーイ。セーブスっていうのはね、まあ、3ピース難しいな。3人組でして、メンバーが、僕がギターと歌を歌ってて、りょうちゃんっていう男がベースと歌を歌ってて、オーガっていう男がドラムを叩いてます。そう、3人バンドなんです。でね、やっぱ3人組っていうのはやっぱね、まあ一番かっこいいんですよ。これシンプルだし、でまあね、3人組ってちょっと無理してるんですよね。でも4人とか5人とかになるとお互い職人ですよ。これ歌の人は歌だけみたいな。でギターも、まあバンドマンだったら分かると思うんですけども、リズムギターとリードギターみたいな、ピロピロ弾く人と
コードをね弾いてリズムを取るギターとベースとドラムっていうね、みんなおのおの専念してライブなり音源を取ったりするんですけども、まあ3ピースぐらいになるともうちょっとかぶってるんですよね。そうなんです。で僕なんかはギターを弾きながら歌うっていうね、これ2個やってるわけですよね。ってことは2倍大変なんですよ。で2倍大変だから練習も2倍しなきゃいけないんだけども、やっぱり2人でやるよりも1人でやった方が、あなエモ何だろうな、合うっていうか気持ち伝わるなっていうところもあるわけなんですよね。でそういうわけで最小限の携帯として、いやまあ2人でやってる方々とか1人でやってる方々もいますけども、やっぱバンドの中では3人っていうのはミニマムかなって僕は思ってます。でそんな3人で突き詰めてるやってるバンドがセーブスです。はい。でセーブスはね、結成してまあ5年ぐらいなんですけども、あのねセーブスっていうだけでなんかみんなをねセーブし守ろうみたいな感じはバンド名から伺っちゃうと思うんですけども、実は全然関係なくて、すごくね埼玉県にゆかりのある西武ライオンズから取ってます。いえ、セーブスイコール西武ライオンズです。それはもうもはや。で僕なんかはねもう西武ライオンズ、まあ生まれてから最初に好きになった球団が西武ライオンズかなってとこで、世代で言ったらデストラーデ、清原、秋山、工藤みたいな、その世代がすごく好きで最初野球にハマって、まあそっから結果ヤクルトの方に流れちゃうんですけども、まあ西武ライオンズが一番最初に好きになったバンドじゃないわ、野球球団です。でねちょうどこのバンドを組もうって言った5年ぐらい前の時に、最初ミーティングしようっつってメンバーと会っていろいろ話して、最後バンド名何にしようかって言った時に、僕はね今回はね一言がいいなと思って、でなんか一言でねいいのないかなって言って思ってた時に、ちょうどね某 KY さん、キヨさんが捕まってたのかな、捕まりかけてた時ぐらいで、でそこでファッとね当時の黄金時代のね西武ライオンズが出てきちゃって、あじゃあセーブスで行こうかっつって決めたわけなんですよね。というわけでセーブスはセーブライオンズです。なんでメンバーね、俺以外のメンバーはねとってもね川崎っていうか横浜に住んで、横浜神奈川県民なんですけども、ご利用しでセーブライオンズのセーブスでございます。というわけでセーブスから一曲聴いてください。メロディオイサミー、No
セーブスでメロディーオブインサイドでした。この曲はね、何年目かな、2年目3年目ぐらいの時にちょうど全国流通で304コレクションボリューム1というのを出すっていう先輩がいて、急ピッチでね、なんかもう全国に戦うために一曲作ろうっつって僕がふわって作った曲です。意味合い的にはなんか いつもなんか生きてると音楽は流れてるよなっていうところで、なんかあってもその自分の中に流れてる音楽メロディーに心耳を傾けたらまあなんとかなるっしょみたいな、まあ、結構ねメロコアとかパンクってそういうとこあるから気合い入れればなんとかなるっしょっていう生き方なんですよね。なんでなんか辛いことあっても自分の中で自分で処理しろよみたいな、そういう感じでございます。よかったら聞いてください。でね、そのセーブスもねいろいろあってね、今川越の駅前の小江戸ビジョンに新曲の PV を絶賛8月いっぱいまで公開中なんで、よかったら見てください。で僕はね、黄色い短パンに白いシャツですごい出てくるんで、よかったら見てくださいね。でこの PV もなんで出そうかっつったら、ちょうど友達のバンドでねサニーハウス202っていうバンドがいてね、そのバンドと共同企画をねやろうって言ってなった時に、なんかどうせなんか企画やってライブやるんだったら、まあまだ時間もあるしコロナ禍だし曲でも一曲作ってお互いでなんかね3人組で混ざって曲でも作れたらなっていうところで作った曲なんですよね。でまあね、すごい仕上がりはねやっぱね良くて、お互いの個性が爆発してる曲になってますんで、ちょっと一曲ここでかけます。セーブスとサニーハウス202で Don't worry, be happy soon。
この放送は東武東上線富士見野駅西口隣富士見野内リズムデンタルクリニックの提供でお送りしております。ラジカワ、ラジオ川越、メロコア大好き生物キッシーのハッピーアワーでございます。どうですか、良かったでしょ、あの曲。よかったら小江戸ビジョンでいっぱい聴いてください。よろしくお願いします。というわけで次のコーナー行ってみたいと思います。このコーナーではね、僕がね普段あのバンドと別に普段歯医者をやってるんですけども、その中で日頃ね思ったことを、あの本当のね話、医学的にとか、別になんかなんだろうな、結構この業界ってなんかみんなさぶっちゃけないんだよね、やっぱり。だからそういうところをちょっとずつね本音の話をねしていこうかなっていう思います。いくよ、ちょっといい話。大体ねちょっとね奥歯が黒いとか溝が黒いとかって言って虫歯って言ってくる人の虫歯は大したことないし、それ虫歯じゃないしね、ちょっとグダグダでしたけども、よくあるんですよね、主訴って。わかります、こう患者さんが訴えてること、ね、今日はどうしてほしいみたいな、今日はどういう髪型にしてほしいみたいな感じのことを最初聞くじゃないですか。ちょっと鏡見てたら奥歯ちょっと黒いんで虫歯だと思いますっていうパターンの方々いると思うんですけどね、みんなも今鏡を見てもらって奥歯ちょっとここ溝黒くないって、あ虫歯かな、不安だなってなっちゃってる人たち聞いてください。それ絶対大丈夫だから。そう、それね大丈夫です、別に削んないでいいです。大体それで虫歯かなって言って、あそうですねっつって詰めたりする場合、ドクター歯科医院もうお金しか考えてないかなって思っちゃうね。でそういうのね、まああんまり言うとなんか歯科業界からも歯科医からも潰されそうだから言わないですけど、それ気にしなくていいよ。全然黒いのは気にしなくていいし、あと冷たいの染みるのも気にしなくていいから、今日はここまでにしときます。この放送は東武東上線富士見野駅西口隣富士見野内リズムデンタルクリニックの提供でお送りしております。長いお時間ありがとうございます。どうでしたか、楽しかったですか。またねこれ今日やって2週間後の火曜日にまた放送しますので、よかったら聞いてください。で告知だけちょっとさせてください。8月もねライブが結構ありまして、8月の7日町田ナッティーズ、8月15日越谷イージーゴーイング、8月28日川越ロトムね、川越8月28です。そして8月29日柴崎ラットホールということで、セーブス8月は4本ですねライブがあるんで、よかったら遊びに来てください。今日もありがとうございました。セーブスのキッシーでした。バイバーイ。